暑い夏、皆さんいかがお過ごしでしょうか。どうものりごとうです。今回は夏真っ盛りということで涼しげな商品を購入してみました。首にかけられる扇風機マジクールでございます。両薄型で首にかけられるサイズの扇風機、こんな形でね、首にかけても重くないサイズ、重量は約 140g、 こんな本体ですね。昔の iPod のようなねスタイルで、単三電池2本で約20時間の電ができるという商品になっております。この横のこの部分から吸気をして、上のこの部分から風をね吹き出す感じですね。持った感じはねすごい軽いです。 140g って言ったら軽めのスマートフォン iPhone 程度の重さですね。で首にかけてここからね風を送って涼しく過ごすと、ちょっとね使ってみますけど、まあ、若干涼しめまあ涼しいかな。正直言いますと思ったよりも風は弱め。これねオンオフしかスイッチがないんで、今日があればちょっと違うかもしれないんですけどまあ涼しいといえば涼しい。割とね動作音というか吸気音というかね、割と大きめかな。結構気になる俺は。どうなんだろう。まあでもかけてないよりはやっぱり涼しいんで、なんとも言えないまあ使うっちゃ使うかもしれないですけどね、料理中とか首にかけたまま動き回れるっていうのはねいいと思います。川に遊びに行った時に外に持ち出してみたんですけれども、正直外で使った感じだとそんなに積極的にね使いたいっていう感じはなかったんです。まあ、かけててね気になる重さじゃないんで、風が来るのはね嬉しいですけどね、まあ、正直に言えば個人的には微妙軽くて首にかけられてね動き回ってる時も使えるっていうのは嬉しいですけどね。また気になる商品等あればご紹介させていただきます。さよなら。今回はちょっと微妙だったな。これは何とも言えない。